サポーターの皆さん、いつもありがとうございます。アルビレックス新潟の秋山博樹です。福岡戦の振り返りとしては、前半なかなか流れが良くない中で、後半自分が入ってなんとか流れを取り戻したっていう部分では良かったんですけど、結果として得点がなかなか決めきれなかったっていう部分が自分たちを苦しい展開にしてしまったのかと思ってます。次の京都戦ではしっかりその決定力の部分をもう少し向上させていけたらなと思ってます。今週は久しぶりに殿下ビッグスワンでたくさんの新潟の皆さんの前で戦うことができます。10月27日日曜日は午後2時から京都サンガ FC と対戦します。京都の印象としては、前線に今選手の強い選手がいるので、そこをどう抑えられるか、そして自分たちがどれだけ点を取れるかっていう部分が勝利の分かれ目となってくると思うので、自分たちがどれだけ京都を陣内に入ってプレーができるかっていうのが大事になってくると思います。10月末はハロウィン、京都戦は NSG グループサンクスデーとして、ご来場の皆さんにジャック・オ・ランタンのオレンジシートをプレゼント。スタジアムグルメではハロウィングルメも販売します。サポーターの皆さん、新潟の皆さんのご来場をお待ちしています。